あ,あどうも皆さん、えー、こんにちはこんばんはそして朝聞いてるし皆さんおはようございますはい歴戦に講師の宮口です今日は何のプロモーションビデオかと言いますとあ,あのー、学習経験者向けのね中上級コース等でも言いましょうかねうん あのー、その名も学習経験者目線の弱点強化学習トータルサポートコースについてご説明申し上げます。はい、で、えー、まずねあのトータルサポートコースという名前なんですがまあなんか生命保険みたいな感じですけどね。 もうトータルいろんなこう病気に備えて生命保険トータルサポートコースね <laughs> ちょっとそれをあのヒントにですねまあ弱点があるから落ちるわけでねその弱点をあのサポートしながらこの下支えしていく講座で皆さんをこう合格に導いていくとそういう趣旨の講座です。で えー、まあもちろん担当と論文両方あるんですがえー、まあちょっと分かりにくいと思いますんでね私はちょっと板書でイメージをあの書きましたけどトータルサポート講師というのはまあ2つから成り立ってると思った方がいいねはい「担当エミネント講座」これエミネントってどういう意味なのかというと卓越するとかね優れたとかねうん そういうい意味が込められてるんですよだからより卓越した実力をね兼ね備えて望んでほしい受験に。ああまあやっぱりね、あのーまあ、1回で受かる人はこ,こんな講座を受けなくていいんだよね。まあ、やっぱり1回目失敗して次はね、まあ、ギリギリで受かるんじゃなくて、まあ、48点とは余裕を持ってね受かりたいとどうせ受かるんだったら。で論文トリニティっていうのは まあ鳥について三味一体ということなんだよね。そのその酸味一体の酸味というのはまあ三つの何かがあるわけです。それは何なのか今から見ていきますから。はい。じゃあちょっとねこれはパンフレットなんですけどね中上級コースのねこういうあのレックのあの改進、単論一貫指導ということでね、えー、そういう。 パンフレットがございますでそれの今4ページをちょっと見てるんですよ。はい、でまあ1年目の人はねあの受,け受ける必要ないというか入門コースを受けてください。はい、ということで、まあ、1年間やってきた人入門系ね。あるいは昔一通り勉強したんだけど、まあ、最近また便利試験やろうかなと思っているような人には向いてると思うね。 はい、で縦一学習経験者を意識したあの重点講義、まあ、知識の凹凸を埋めていいくというとうころです、ね、やはりあの入門計はね基礎的なところがあ重点が置かれますのであのここではやはり、えー、標準から、えー、以上の標準以上のね知識にそのウェイトを置いてね指導していきたいなと思います。はい で三つの段階を踏んだ論文学習と、うん、でそれはあの三密体という言葉にねつながってくるんだけど、まあそれは右のページにね書いてありますから見ていきましょうか。この三密体というのはこの三つなんですよ。はい、三 <laughs> つの辺を意識して型流れバランスの取り方文章表現をね指導して回ります。でね論文ってねぼボロが出ないためにどうすればいいかというところはまず重要なんですよ。 でそのためには私はあのもう一貫かねてから一貫して指導するんですが短く書いて高得点を目指すっていうそういうところに植えておいております。で長く書いてね高得点取るの当たり前なんですよで別に高得点高得ごめんなさい長く書いて高得点取る人っていうのはねまず悩まないですよ。ええ、まずすぐ受かるし まあ悩まないと、えー、とっとと受かっています、ね、だから結局論文に落ちる人っちゅうのはねその辺が、まあ、非常にこう悩みどころなわけですよつまり短時間で多くを語れないと、えー、<laughs> だから落ちるわけですよそしたらもう考え方変えてねどうせその短時間でたくさん書ける人とは違うんだと、ね、自分は出力はないとあのスピードね それだったならばもう短く書いても高得点を取れるテクニックを身につけた方がいいんじゃないかというところですね。でまず私が受験生の頃にあの当然ですね、まあ、当時、まあ、たくさん書きましょうとかね、えーまあ、質も大事だけど量も大事だみたいな指導を受けておったんですね。でそれでなんとなくこう自分にしっくりこなかったっていうのがあってなんか伸び悩んでたんですよ。それは分かってると いいことたくさん書くわ受かるよねって誰でもわかるそんな正論なんて正論保在たところであのそれで俺一回ねその当年受験生の頃ですよあのー、特日でしたけど1時間ぐらい遅刻して行ったんですわ会社終わって行ったよね、まあ、休んでもよかったんだけど行ったんですよ1時間も遅刻して残り1時間で2問書かないといけないという状況だったんですよ でもうダメ元でねまあ岩と出せれば岩ぐらいの感覚で、まあ、短く書いて出したんですよそしたらねなんとこれマジな話なんですが全国トップになったんですよ俺ああそれでもうそれが原点ですわこの短く書いて高得点を目指すというねこの指導方針の原点はそこにあるんです私えー、時間なくてもトップ取れるんだというね あじゃあなんでそれがいいかというと時間がないから余計なことを書かないわけですよ。重要なことしか書かないわけです。ね、もうそれがやっぱり、あのー、読者に受けがいいわけですよ。いらんことは書いてないと。重要ポイントだけがね、あのー、メリハリよく書,書かれてると。もうこれで合格になるわけですよ。ね、そういうところは一貫します。その1、2、3のどれにもね、当てはまります。で趣旨対策もね これ、あのー、例えばですよ、えー、特許法の29条の2の趣旨っていうのがまあございまして、えー、青本ね、まあ、工業集権法築城解説を見れば、あのー、書いてますわところがねその青本とやらの、えー、まあ書いてあることを再現してみてくださいよそのままもうすごい大変ですよえー、超分量も多いし もうなんていうかねえー、逆にそのあ落ちるんじゃないかとこんなたくさん書いたらねそういうところなんですよ。だからもちろんねその趣旨ですからねなるべく基本書に忠実に書いた方がいいのは分かってるんですけどあの長すぎるものについてはどうしても短くしなければならないんですよ。えー でまあ、慣れてくるとね、あのー、どこを削ってとか分か,分かるんですけども、あのー、そうじゃない人の方が多いわけですよ。ね、で現に、あのー、ちょっと私今青本の趣旨見てるんですけど今見せる上映権のあれになるから見せませんけど、あのー、すごい長いですねうわーこりゃあ長いわと映すだけでも大変だよ。 ね、それをものの5秒五秒じゃない秒ぐらいに収めると、ねうん、もちろんちょうどいい塩梅のもあるんだよ青本丸してちょうどいい塩梅のやつもあるんですでも長いやつはこうどんだけこう、ね、圧縮してポイントを出していくかと、ね、そういうところを、ね、伝授していきたいなと私の経験からね。うん、で現にねあの年数がい人ほど出資対策弱いんでね うん、覚えるの大変だからなるべくこう短くして覚えた方がいいんですよ。ポイントはこれとこれとこれみたいなね。うん、例えばさ、あのーえー、と今俺パッと思いついたことがあって、えー、と実用支援法のね12条3項っいうのがあるんですわ。ね、何ですか実用支援法12条3項って。えこれはね特許法46条の2に規定する あの実に基づく実用新案登録に基づく特許出願をすると。二度と実用新案技術評価請求はできなくなるんですね。でその理由が実は三つあるんですよ。ね。で三つっていうのだけ覚えておくと、無理して頑張って、思い出そうとするじゃん。一つは二重審査の防止ね。はい、もう定番の理由付けなんですよ。はい。で、あとは自らの意思でね。特許。特許出願を選択したのだから。 えー、今更実用試案技術評価請求を認める必要はないという理由ねそうですもう実案をかなぐりしてて特許に行ったんだからね、まあ、そういう人に、あのー、実用試案の技術評価請求を認める必要はないだろうと。でもしあのー、元々実用試案権取ってたわけやからねそっちの方で、えー、権利行使をしたければ、あのーまあ、実用試案権を維持することでね、えー、対応できたはずですと。ね でももうあのそれをそれこそかなぐり捨てて、えー、特許算したわけやからねもう今さの権利行使を認めるわけにはいかないよねということでもう一回まとめると二重審査の防止、えー、特許算を選択したものに、えー、技術評価請求を認める必要はないそれからあ過去の侵害に対しては実用試案権を維持することで対処できたはずだと。 このこの3つの理由を書けばいいんですよ、ね、で俺が今言っていることは青本すげえ完璧にこの再現してるいわけじゃないけどポイント3つっていうことだけを覚えとけばこうやって時々自分で確認しながらね、えー、や,やっぱ覚えてねえなーっつって青本見たりしながらその繰り返しによって定着するというところがあります。はい、で次にね事例対策編なんですけども。 あのー、事例対策っていうのはね、あのー、やっぱり「うとか「乙」とか「兵」とか「発明」「イーローは」とかそういうのが出てくるとで何年何月に何日に何をどうしたみたいな時系列も出てくるそういう複合的な要素が絡み合ってる問題をどう処理していくのかどう料理していくのかっていうね、まあ、そういった、あのーまあ、乗り切り方切り抜け方っていうねところを伝授していきたい。 でもちろん簡単な問題もあるんだけどあのもあるんだけど大抵はもう標準から、えー、やや難レベルの問題これをやっていくとねで、さらに今度は答案構成編っていって結構実践的な訓練をやっていきます。本式を意識した問題演習を実施短く書いて高得点を取るための,あの講義を展開すると。でこれはね答案は書かないんですよ。 答案構成ですでなぜ私は答案構成が重要かと考えるかというとですねあのもちろんフルに書く訓練というのも必要なんですがそれはね答練に任せるのがいいんです実戦答連とか、ね、上級答連とかそういうのに任せるのがいいんですよ。それよりもポイントを端的に抽出できるかっていう力の方が大事なんですね。うん、まあひ言で言うと何なんだと。 そういうその要約能力が重要なんでまあ党安構成で大迫力を鍛えた方がいいだろうということであのこの3つもう一回あれすると手指対策事例対策編答安構成とこういうことです、はい。でちょっと話前後しますけどねあの、まあえー、弱点重要論点網羅学習ということでね えーまあ、担当的なところもお話をしといてもいいんですねこれはね担当でイメージできますかん学習経験者にありがちな知識のイメージで弱点となりやすい分野そうねそのピースをこうあの少しずつ少しずつ埋めていって完成度を高めていくとこれなんですよね落ちる人って結局そのあのなんか左みたいになってるんですよ 受かる人ってやっぱり一番右みたいになってるんですよ、ええ。知識に穴がないというかね。だから、その、あんまりね、その、予想して、ここだ、ここだって言って。その、あんまり山を張りすぎるとね。それは当たったら、受かるよ。当たれば。うん、だから、まあ、運の良し悪しもあってね。その、自分のやったところだけは、出てれば、それ受かるんです。そういう人もいます、原理。でも、それはやっぱり確率の問題で、一般的にはやっぱりそういうのに。 惑わされない実力が必要にな,ってになってくるんですよ。ええ。それでねちょっと担当の講座の売りを一つ言っておきますとねまああのー、まあ1年目の、えー、入門生向けのね、えー、担当講座である担当基礎力完成講座というのがありますわ。であるあれであのアドバンス的基礎っいうのがあってすごくこう。 濃密なあ、まあ、学習ができるんですけどあの私はこう思うんですよ。えー、っと、まあ、初心者ほど分厚いテキストがありがたい。ね。中上級者ほど薄いテキストの方がありがたいんです。これね、あのー、中上級者にねこの分厚いテキストってね結構ありがた迷惑なんですよ。うん、だってそうじゃないですかそんなの知っとるわと。 ねまあ、知っててもあの簡略化したまとめみたいな方がありがたいですよね。まあそういった意味もあって、まあ、見荒あれジはですねあの6ページにもあります通り、そりもちろん条文も紹介はしてますよ。ね条文もあることあるんだけどただやっぱりこのまとめが大事なんだよねこういう。例えば仮線って省略しない方がいいか仮線用自試権 仮通常自治権っていうのはあるけどまあ条文はね、まあ、確かに34条の2の次に34条の3が来ますけどこうやってさ縦割りで表にするとね分かりやすいですよねああこういう差があるんだとはねああ一緒の部分もあるんだともう一目瞭然ですよね、まあ、こういうところをねこの重視していきたいと思っとるわけですよ。えー であとまあ私はねその得意とするその、まあ、こういったね語呂合わせなんかもねなるべくこう出していきたいなと一年武平術仏さ真実みたいなね結構そういう、まあ、私,私らしさうんあのこれも出てますからねえー、いいと思います。そして何と言ってとっも担当で、ね、あの売りなのが この一問一答集ってやつなんですよ。これ、これはねいいですよ。ああ、左に問題右が回答みたいになっとるんですね。これは本当にお勧めです。ええー。まあ,あのちょっとね。もう一回ポイントを見てみます。と、まずは条文と担当試験は条文に始まり、条文で終わると言っても過言じゃないですから。うん。まあそういうところもあってね。条文はきちっと載せますわ。 うん、で関連知識は一覧でとテキストに必要な情報のみを集約し関連知識を極力見開きここがポイントですええー、うんで一覧性確保ね一一軍の請求校の趣旨みたいに一覧性確保の観点ですわあであとはカラーペンとはね、えー、それからカラーマーカーおーちょっとこれ見せようか。 まあ俺のねあのー、持ち味がね分かると思うんでちょっと見せますわじゃあピンクがあるねはいそれからえー、っとオレンジがあるねはいそれから緑があるね紫青ねそれからあのこういうあのー、こういうねななんちゅうの こう普通のペンねこう,こういうのもまた多いうんええー、どうよだから12345あれ6色ああと赤また多赤赤蛍光ペンねこれまた多いようんねえであの受講生の皆さんからいただいたやつもあるからねこうやってなるべく受講生の皆さんからねいただいたやつもあのー、やっていくから使っていきますからうん であのえー、これお客さんからもらったやつねあの先生ぜひ使ってくださいって言われたから使おうかな、うんね、これいいですよスタビロボスさんね、うん、これイギリスの蛍光ペンね、うん、これも受講生さんからいただいた、まあ、そ,そんな話はどうでもいいですわねえはい、えーはい、ということでね、まあ、あのカラーペンと カラー蛍光ペンを用意しうれとそれでですね「図解を豊富に」と確認事項には時系列やあの表などの図解を豊富に用いて解説とで受験生がつまずきやすいポイント等において 右脳でイメージしながらあの左脳で理解できるよう工夫してますとまあそんな感じはねえー、はいで、えーまあ、語呂合わせも出ますよとまあ即興演奏ならぬ即興語呂合わせが飛び出すのも宮口講義の醍醐味ですそうですね結構ね 即興語呂合わせとか出ますからね。あおもれですよ。うん、だとやっぱり、あのー、一問一答ね今言ってにこれはもう私の中上級講座だけですからこれ。ああまあこれのよ,よさを言いますとねまあ担当の問題集って何気にですね網羅しないんですよ。ええ出たところだけこう問題集にしてるだけですから。そうそうう あのじゃあ出てないところはどうなんだってなるやろ、まあ、そういうところをねくまなくまさにこれピースの絵があったんやんのこ,れああこういうその隙間のないように、ん、この隙間なくやっていくところが、まあ、一問一答しの役割でもありますよ、ね、でこれね結構論文口述まで使える秘密兵器なんですよ、ええ、な,なぜかというと まずあの携帯しやすい英語サイズっていうのが売りやねこれも一つの売りですあのサイズ感この適度なサイズ感って非常に重要なんですよ車と一緒車も今ね車ってどんどんこう高級車っていうんですかねどんどん肥大化しませんで結局隣の駐車場というのは入らないでしょだから今ねやっぱり小型の車っていうのが注目されてるんですよええー、それと一緒で私の講座もね 小型のテキスト一問一答集だけですけどねそれはもう小型にして、まあ、皆さんが使いやすいようにしたところが、まあ、一つ売りだなというふうに思いますねほら隙間時間と回答力を磨くアイテムとして最適で理由付けがしっかりしてるんですよ俺ねあの普通のね担当の問題集って見てくださいよあのまあ理由理由っつってもあのなんていうのかな その回答に至るプロセスしか書いてないですよでこの一問一答というのはねそれだけ話しにその論文とかでねそのま,まあ今さっき言ほら実用支援法12条3項のねあの趣旨をちょっと思い出してくれという話しましたよねもうそういうのも書いてるんですよ実はあこれもちょっと書いてるかそういう意味でどうやちょっとわかるこれ あこれは,あれかこれは、まあ、理,理由というよりはあここれがいいこれがこの674なんかいいねちょっとやってみようか審判長は審判請求書の用紙を変更する補正を許可するときは必ずその補正にかける手続強制書の副本を非請求人に送達し相当の期間を指定して、えー、答弁書を提出する機会を与えなければならないと。 いうことがありますわね、えー、でその時にあのー、あのー「○×」に関して言うならば×なんですよもうすぐ分からないのこれ必ず必ずがあるから×だろうとあちょっと蛍光ペンが舞い降りてしまいましたねはい拾いました 必ずがあるから罰でいいんですよでもねこのまあ必ずで罰ということは答弁書の期間を与えなくてもいい場合があると。ね、でそれをちゃんとそのただあ,のあるようじゃなくてねはい補正後においても答弁や訂正をさせるまでもなく無効審判請求に理由がないと認められる。 など非請求人の防御の機会という観点から答弁,書て答弁機会を与える必要がないと認められる特段の特別の事情があるときは、えー、答弁の機会を与える必要がないとしたと。ね、ちゃんと青本の解説青本に忠実に書いてるでしょだからこう,こういうところまでさ答えられるともう口実にも強くなるわけよ論文とはね。 そここが、あのー、見どころやねただ単純に、まあ、条文からね「134条2項正し書きから罰ですよ」と言うんじゃなくてその「こういう場合に必要がないんですよと」と青本に準拠して書いてるところがねいいですよね。えー、はいまあそんな感じですかね。えー、はい。 で、今度は論文のトリニティですけど、えー、まずはねこのまあミニうん小問題小小っていうかねこういう比較的こう問題文の短いところからね取り組んでいくんですよ。<laughs> えー、それで、えー、まあ実際にこうね あのこれはあ,のある問題に対する答案なんだけど本格的なね論文問題に対する答案といったものをね、えー、こうやってやっていくとでこれは事例編なんですよこれ事例編ですええー、9ページに載ってるこの右側の事例編ですね、えー、で両問厳選してますから両問厳選ですわ 出資対策や論文思考、えー、のポイントで確認した知識を活用して事例問題を解いていますで答案構成力を洗練させる,ささせるための両問を厳選具体的な宮口答案例は回答例としてだけでなく合格のために必要な記載量の把握にも最適そうなんですよええー、もちろんねあのー、合格答案ですよ全部 えー、えこん、こんなに少ないのに合格単っていうのもありますええー、でも実際受かりますからねはいであともちろん法改正にも対応してるぞということでねまあアピールしたいのはまあ真相例、まあ、今どき6か月って指導してる人いないと思いますけどねちゃんとほら新総例の話なんですけど1年になってますよねええ、うん、そうだからまあ趣旨的なところもねこう抑えながら こういうほら青本ベースのこれが趣旨対策編ですよね三十三条三項ねえ三十三条四項とかねうんこういうのもねあのこういう感じで教えていきますよこんなねたくさん覚えんでええんですわはっきり言ってねこのキーワード「資本義いかんた持ちけへん資本義いかんねいかんたたはたっちのがあるんで」。 あタねそれから持ちカ変違うというのは、まあ、変,変わってくる変動するという意味でもあるからね「至本義いかんた持ちかへん」実はこれね73条一項と同じ趣旨なんですよ、ええ、だからこうやって指導するここを覚えると実は73条一項の趣旨と同様ですよと。 七十三条一項中はね、えー、持ち分譲渡には他の共有者の同意が必要だと、女じゃん受ける権利と特許権の違いだけで、ああ下の方もね、アシフォンギイカンタミューメムジツみたいなね、あああしまった、で三十三条四項はね、こう書いてる,るんだよ、ああ七十三条三項と同じと、ずるいよね、そ,それ相当妥当よ、アオホ本ですかせず七十三条三項書いてると。 ね、ほら「資本技いかんた」「た」がない「た」「資本技いかん」あっ多分ねここ隠れてるわうんここに、ね「資本技いかんた」「有名無実」「資本技いかんた」「有名無実」こうやって覚えるとね覚えやすいでしょこうやってリズミカルに覚えていっけ、うん全部覚えんでええんよねなそんな感じ でスケジュール的にですね、あのー、19ページを見てほしいんだけど「論文トータルサポートコースね」ねあそうだちょっと回数がねきょ去年俺がやってたのに比べてちょっとほらあのー、担当が7回増えて論文が4回増えてるんですよ。でここれは、ねあのー、これははね、あのー、私が これはやっぱ合格のために必要だと考えた回数なんですよ。十分に考えた回数です。ええ。まあだからその分ね、あのー、ちょっと値段が、あのー、上昇すする分は正直ありますよ、ええ、でも私が考える合格のために必要な回数やからね。うん、だってほら変えなくていいところは変えてないんだよなほら答案構成編6回ね。変えてないやろでも他のところ変えてるよねうん 担当編もね、ね最新傾向対策みたいな、ね、下3歩もほらあの増やしてるやろでねちょっと見てほしいのがあの19ページのスケジュールなんだけど皆さん条約苦手やねここまで7回これすごいよ条約の回数が7回ってこれすごいですよあの短期署両意見ね短期署でも5回か6回やろそれを上回るええそれでも完全にね条約の 苦手意識をね払拭しようというそういう狙いがありますしでまた去年に引き続いて今年もね相当程度あの崩壊性が予想されてますんで崩壊性はなるべくねあの後から後から教えた方がいいんでそうやろ古くなってしまいますんでね最新の情報を最後に教えるとそういう会もね設けてます、ええ。で「論文トリニティ」の方はあのまあ出資対策編で あの条約変更を設けましたんでね。これが画期的ですよ。事例対策編にも条約編一回設けてますから。うん、まあこれであの条約に対する苦手意識もね。払拭できるはずですよ。うん、で、答案構成編がないですね。で、これはちょっと書いてるあれないやんかみたいな。答案構成編は。これ通信になりますから。うん、答案構成編は。 あの通信なので要注意です。ねちょっとこれ分かりにくいかもしれないんでこれは言っておきます。だってちゃんと書いてるよほら「論文トリニティコース32回ね」「趣旨対策11回」「事例対策15回」答案構成編回ねで「答案構成編」「6回」「ね」「答案構成編あれど,どこなんや」と。 ちっちちゃく書いてるねちょっとでっかくするわ。ほら、東安高専は通信ウェブ、音声ダウンロードまたは DVD D 専用講座ですと。ね。ちょっとほら、ちっちゃく書いてるからね、わかりにくいよね。だから今、俺がでっかく書いたわけよ。うん。ということです。ね。はい。まあ、そんなところもあ,のありましてね、このトータルサポートコースの言われも分かったでしょう。 やっぱり私が考えるその回数中うのがあってやっぱりあの皆さんもね俺の講座受けたらわかると思うんだけどあのまあ他の先生でもわかると思うんだけどさなんかほらあ,あの急ぎ足になっちゃったなみたいな科目はもうあるでしょそれはやっぱりそのコマ数が少ないと、まあ、逆にちょうどいい感じで終わるものもあるだからそこを考えたわけ俺がねやっぱりこう消化不良で終わりたくないからうん だから変えなくていいところは変えてないしこれはやっぱり回数増やさないと消化不良になるぜっていうところは増やしてるしねうんでさっきみたいに条約みんな苦手やろそういうところはもう思いっきり増やしたしもうこれね本当画期的ですよこ,この条約の回数がここまで多い口座はないですよええねやっぱ条約苦手な人多いからねョフ、うん、より苦手意識持ってますよ 約の方が苦手だななっていいう人多いです本当にねまあそんな感じですわ、えー、じゃあ皆さんねこういうあのもう一回まとめると回数をちょっと増やしてあの充実させてる、ね、消化不良に陥らないようにしてる一問一答集これはね素晴らしいですよああこれは本当にね口実問題集としてもね使えますからね出典がすごいこうしっかりしますよ。 あまあそういうことでね、まあ、私の持ち時間もそろそろ終わり近づいてきましたんでええー、あの担当も論文もねあ最後に言っとくけどあの担当に受かった人は論文だけでいいんだよもちろん。で担当を受かった人はエミネントは受けなくていいよ論文トリニティ講座だけでいいからね。えー 担当もダメやった人はね、あのまあ両方取っていただいた方がいいと思いますよ。ええ、しかもあのた一年目の講座よりね、標準的やや難レベルそこを鍛えていきますから。うん、場合によっては難易度の高いすごい高いところにもチャレンジしたりしていきます。それに対する免疫力をね、つけていくっていうのは趣旨ですからね。はい、まあそんな感じで皆さんあの特別公開講座とのね。 あ,のありますからあぜひ皆さんね出ていただいてねあのいろんな先生がほらやっとるやろ俺もねこういう感じでほらうんありますね12345回ぐらい登場するわ <laughs> はいまあそんな感じなんで皆さんぜひね あのー、この論文トータルあ論文トリニティコース担当エミネント講座が合体したトータルサポートコースぜひこれを受けていただき来年の栄冠を掴み取ってくださいそれでは皆さんぜひ私と一緒にこの中上級コーストータルサポートコース 受講していきましょうそれでは皆さん今日はご清聴ありがとうございましたどうも